はい、どうもこんにちは、太郎です。今日はこちらのね、創造主降臨、こちらを、無償の10連と優秀の10連やっていきたいと思います。もちろんね、欲しいのはルイス・キャロルとルート・ビッヒ・グリム。これね、やばいでしょ、絶対強いでしょ、これ。いきます。では、無償の10連からいきたいと思います。石井さん、半額にしてくれてありがとう。じゃあいきます。おりゃいやー、マジ何が来るかな。 X 来いよ、 X 来い、いくぜ X。 誰も来ないパターン。待って、虹が2個ある、来い。えなあ正解のおりゃ。なんだこれは赤の女王もなぜか出るっていう、ちょっと何これ。ちょっと行きます。まだ、はい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 、なんだ、めっちゃ出たぞなんかあのさ、ちょっと前のこの猫ちゃんたちが出た時のガチャかと思うぐらいのこの偏りだね。はい、かぶりが2枚と赤の女王、嬉しいっす。超可愛いんだよね、この子も。はい、初ゲットです。星5が3体とかやばいね、死んじゃうんじゃないか俺。では、優勝の10連いきたいと思います。同じような調子できてくれたらめっちゃ嬉しいんだけどね。いくぜ、ルートビッヒ・グリム、ルイス・キャロル、来い。 X 来い、 X。 また誰も来ないパターン。待って、やばくない。え、なんでこんな来んの、なんで。バンジーすべてお前じゃねえ、任せあれ。お前じゃないな、お前じゃないね。いやでも初ゲット嬉しいっす。いや、まだ虹がまだあるからね、いきます。今回めっちゃいいぞ、来い。来る、はぁ、雪の女王です。まだ諦めてない。さっきね、赤の女王出たからさ、俺はあの可能性を信じる。行くぜ、はい、頼む、来い、止まれ、出ろ、あはい、っていう感じです。くわー、でもいいね、星5が2体またゲットできて、これは熱い。はい、出ました。うわー、出なかったー、悔しいんだけど、どうしよう。無償の10連引いていいですか。無償10連引かせてください。さっきのあの感じだったらさ、まだ出る、行くぜ。諦めらんないんで俺、行きます。は、来い、赤、いいよ、期待できるよ、俺は諦めてない、頼む、赤が4つ、はいはいはい、止まれ、頼む、うっ、出て、くそー、マジか、出ねー、はい、全部紙じゃあタイムセール行きたいと思います。悔しい。せーの、はい、白、夢も希望もね、ドキドキもできない。カリネちゃんでした。なんか落ち着くわ、日常に戻った。あー、いやでもかなり引きは良かったと思う、個人的に。ちょっと見ましょうか。はい、ということで初ゲットが3人ですね。こちらの赤の女王と、いいね、オッドアイね、オッドアイパックだっけ、パックかわいいと、これね、雪の女王でした。うわー、残念ながら新キャラは出なかったんだけど、まあね、あの引きがすごい良かったので、まあ、ついてたんじゃないかなと思います。贅沢は言いません。はい。はい、ということで、ルートビッヒ・グリム、ルイス・キャロルを狙って、創造主降臨を、30連やってみたでした。まあ、残念ながら出なかったんですけどね。もし当てた方いらっしゃったら本当におめでとうございます。育てていってください、ぜひ。ということで、本日はご視聴ありがとうございました。またよければ、ご視聴お願いします。ではまたね。バイバイ。